今ちょっとね、ちょっと見せるわ。今4番コレクション、ファイナルファンタジー7の見せるわ。すべてのコレクション、今のちょっと衛星とか見たら、ファイナルファンタジー7のリメイクは来年度の先にすぐ出るでしょうが、ありますね。パーツ1として、今からすべてのコレクションを見せる、ちょっと紹介してですね。さて、このビデオを新しいまでですね。どうやって始めてるか、いや、その前です。先に、ガイドブックとか、グリーズは出てくれば、最初はこのおまけです。ファミリー7のゲームと一緒に、全部したら本番、そこから、ハブクル、ね、G-Cube のやつね、そこに出たね。見て、最初、ファミリー7の出たの、本気グブクでしょ。続いては、これだ。これ、ファミリー7の11年アニバーサリーで、今日出たでね、これ、集まりのバージョンでしょうか、これね。僕の位置ね。続いては、パッション、それね、プッションパッケージの2みたいなシングルアディションと一緒に、この、本は同時に出せてね。同じでしょ？これ、約7777、これ、出たら、これ、パッションでしょ？そっとね。これちょっと加えるとね、その日本の2010年の4年に戻った時ね、ちょっと言えばたらできる、この記事があるんですよね。何が発想か。実は、これはファズマン版の QTC は出たね。クイズファズマンで1枚だ、これファズマン出たね。ファズマンがあるよ。同じ書いてるじゃないですか。続いては、続いてはこれか、なんと、クラウド。僕ら、それ、そしてクラウドしてくれるんでしょうか。そっちの方も出ますね。いつだいたら、いつだったら、やっぱりね、ヒース教授出たから、そして、まだ、違う。アルシナの時に出た後じゃないかもしれないね。あ、そう、ポッションあるよ、ここに。先にポッション、ここに、あと、シンナーの書いてるマークかけてるんだから、ポッションドラね。あ、こっちできるじゃん。今、全然、新品では全然開けないよ。そのままです。そのままです。ポーション、飲んでみてるや。ちょっと古いかもしれん。何の話ないかもしれん。あと、本はここでしょかと、したが。あと、あ、そうか、これだ。これ、なんと、あ、そう、クリスクロール。クリスクロール、フランス版の PSP 版で、そうですね。フランス版の、これ本で、ここにあるよ。1は新品です。まだあるじゃないか。続いては、ファイナル7のアメリカ版ゲームブックの、サバイバルゲームブックの解説で、と、昔は同じような紹介タイプの本だけど、続いては、7の本、教科本を、2005年で集めたね、このエディションね。それ、これ、本物のゲームは、ここに紹介とは、とますね、この、僕らですね。続いては、クリスコの、前回これ、コメントゲームブックね。それ、ちょっと大きいよね。なんか3000ぐらいかけるね。ちょっと重いよ。ページは8000ぐらい、800ぐらい以上はページあるしね。そう。2800円で出てたね。でかいよ。それ、普通のアイブックの一面なんですかね。クリスコのブックさ。よし、これで、おしまいだ、これ。それで、これ、フランス版のパンフレットでクリスコで出たことね。それね、あるよね。イリストありますね。ブラックとサックステフロスとアリスト。あるんじゃないか。グリルはここで紹介ですね。これ、スティケアスのステフロスのあるよ、ポケットケアードありますね。続いてはこれ、まだおまけ、クリスコ、ちょっと虫や。クリスコの PSP あるアリスも全然日本語にあるこれヘッドフォンあるよねおもちこれ PSP ね PSP あるよね特にあっちじゃないかこれ外に先にカードあるよこれインフレーションねこれあるだけですからそしてもこれ、インディスラ。ザック・フェアの、そしてクラウドのスポーツありますね。これ今、ねえよ、ね、これ、インテリーしてたからさ。
日本版だけだけがすごい、そういう今のイメージとか。以上です。ああ、忘れてた。今ちょっとフィギュアみたいなね、フィギュア。よし、これでフィギュア、こう見せてごらん、さっきね。これはクラウドの、リシダーエディションでしょうか、リシダー、これでしょ、これ、クラウドの。2005年に6年で集めたかもしれないと思いますね。あ、そうだ、逃げた。これはザック、違う。セフェンサーバータイムとか、そして、キティファルカートの、シェフギニアだったね。これ日本で、前の日本で旅したので、これ買ったの。これは、クラウドの、アドベンチドンの番でしょ、アドベンチドンのクラウドの。これは、もう下に見せたのは、その、セフィロスの最後のね、忘れた。ちょっとね、ネタバレですね、ちょっとスポイルね。ちょっとね。そうするとまだフィロスの小さいフィギュアあるわ。これ昔の友達は日本でさせる時に来たの、これ買ったの、メナあげたの、セフィロスのブロンズのリミテッドフィギュアがあるよね。あと先にここに店で見つけたのはこのエリスのまだものすごかったね。ちょっと今がちょっと一番目指すかもしれない、これフィギュア、まあ、あんまり見ないよね。最後に日本で買えたやつね、これ見つけたのは小さいやつ。これ、キーホルダーとかね、ティファのカートのリシジャーでしょ、アイリスでしょ。これ、あまり安いよ、7,792円でしょ。ユフィ、そしてザックフェア、あるよね。これフィギュア以上ですね。フィギュア以上、まあ、ある、まあ、まあ、少し、まあ、なかったです。これ忘れてる、腰。これのクリスコア447のクリスコア版でしょ、クラウドの、ソリアの洋服で来ましたね。まだそれエリスとザック、それクラウドのやつね。続いては最後にはここまでしょうか、ゲームあるよね、アプラファン、まあ、そうですね、ペスション版でしょ、昔やつがここで500フランで買ったやつね、これペスション版でしょ。あとはこれ買ったやつ、そして、新しいエディション、新しいのある。よし、ゆっくりください。あとは、デジティブリスト、PS2 版でしょ。そして次、リビディアルね、あとそして、これ、あとでね、デジティブリスト、クリスコーナーツ、PSP 版たくさん持ってますね。それ、ゲームと一緒にやってるし、ゲーム見せてるから、これ、お気に入りの PSP エディション。これリミテッドエディション。あとは日本版あるよね、そこに2つ、ヨーロッパ版、フランス版、アメリカ版、そしてイギリス版、ここにアブックもついてますね。ここコレクション、まあこれ低かったわね。あ、セフィニー以上ですね、すべてコレクションに見せてごらん、終わりでしょうか。ちなみに、シューレス、ありがとうございました。また次、ビデオ待ってますね。お会いいたしましょう。音楽 CD は覚えてないです。これ、オイルの CD よ。最初の音楽 CD は、ここに空いているものは。オリジナル CD です。音楽です。昔のオリジナル G-Back のエディションの、これ、547の、買ったのは、こうした、G9 版。あまし、全部、G-Back の、すばらしい曲ですか、キリスコアの曲ですか、ですか、たけし石本の曲ですか。
ったけどね。あの通常のセブンセブンのワンマシンを巻く次はここに。バンデを映画でしょうか。すべんの足立純の昔のミニバンデーで足立さんの時ね。あとは UMD バンドを出たね。 UMD バンドフランスバンデーバンドエイグルスバンドです。 UMD です。向こうにはペスフォン4の違う、間違えた。ベスモン3のクッバード、エルシドリーコンペティション、同時に扱われていたこのクリエーションでしょうか。ここにアイテムが、ここに足では、エルシドのクリエーション、エルシドのユーリングを見ましたか。以上です。Thank you.